マイナー武将列伝。ノマン様と領民に慕われるも裏切りの代償に謀殺されたノマ高実。皆さんこんにちは。今回ご紹介する武将はノマ高実です。秋の有力黒人ノマ氏を束ねた彼は領民にノマン様と慕われていました。毛利元就との関係も良好だった彼ですが、その信頼を裏切ったことで無残な最後を遂げることになります。一体何があったのでしょうか。秋の有力黒人野間氏。野間高実の生まれた年ははっきりと分かっていませんが、秋の黒人野間沖勝の息子として生まれました。野間氏は文安2年1445年野間重義が将軍足利義政から秋に領地を与えられたことに伴い尾張から移住してきたそうです。高実の父沖勝は大内義興に従い返帰を受けました。彼は拠点とした矢野城を中心に連閣式山城を整備し、矢野から焼け山、そして畳島、現在の倉橋島北部にまで勢力を広げたそうです。周辺黒人の平賀氏や阿蘇沼氏、小早川氏などとは激しく争い、特に小早川氏とは海上の要衝である畳島をめぐって長いこと揉めましたが、大内氏の調停によって畳島を分割することで収まっています。大内義興に従属した沖勝はおそらく大内氏経由で流入してきた京都からの文化にも造形がありました。レンガ氏を迎えてレンガ絵を催すなどの記録が残っているそうです。熊谷信直の娘を正室とし、吉川元春とは義理の兄弟となる。高実がいつ家督を継いだのかははっきりしていませんが、大内義隆に従い彼から返帰を受けました。義隆は家督を継いだ当初は覇気あふれる青年武将で、精力的に外交を行い北九州へ出兵するなどしていました。この頃毛利元就も大内傘下となっており、高実は元就と同僚として良い関係にあったようです。そして高実は熊谷信直の娘を正室に迎え、元就の次男吉川元春とは歩子の関係となりました。しかし天文11年1542年大内義隆は合算戸田城の戦いで雨越しに大敗を喫し、獅子を失ったこともあってか完全にやる気を失ってしまいました。政治は文治派と呼ばれる面々に丸投げし、武断派として軍事の一線にあった末春方などの一派は活躍の場を縮小され、大内家中では両派の圧力が生じていったのです。末春方の下克上を黙認する。さらに天文20年1551年激震が走ります。末春方が謀反して主君大内義隆を追い詰め自害させてしまったのです。これが大寧寺の変ですね。そして春方は傀儡当主を擁立し、事実上実権を掌握したのでした。当初高実や毛利元就は春方を支持していました。しかし元就がだんだんと勢力を拡大していったため、春方は彼を警戒するようになり、関係が悪化していきます。そして高実の周りでも両勢力の争いが頻発するようになっていきました。ただこの時高実はどちらに組みするということもなく、事の成り行きを静観していたようです。しかし両陣営それぞれからの圧力は少しずつかかっていったようでした。特に元就は熊谷氏と高実の関係から高実をほぼ一門のようにみなしており、彼が毛利方となることを信じて疑わなかったのです。突如として毛利を裏切るが降伏する。ところが
天文24年1555年1月、高実は毛利方に仁保島城を奪われていた白井房胤と連合し、毛利方となった仁保島城に攻め込みました。まさかの高実の裏切りに元就は愕然とし、そして激怒します。すぐさま彼は高実の本拠地矢野城を攻めることを決意し、兵を差し向けました。一説には高実は毛利に人質を出していたのですが、それが脱走し捕まって殺されたため、これがきっかけとなって裏切ったとも言われています。一方、末春方は矢野城の防備のために援軍の兵を派遣しました。しかし毛利方の兵は3500と大軍、城はあっという間に包囲され攻撃が始まりました。高実もよく戦いましたが、4日間に及ぶ攻防戦の末降伏します。これには舅である熊谷信直が命だけは助けると降伏勧告を行ったという理由がありました。元就の命を受けた舅、熊谷信直により謀殺される。降伏した高実は熊谷信直の所領へと身柄を移されました。おそらく約束通り除名されると思っていたことでしょう。しかし彼を待っていたのは舅による謀殺でした。同じく除名される算段でいた家臣たちも矢野城下の寺に幽閉され、皆殺しにされたのです。また矢野城へ援軍として来ていた兵たちは周防へちゃんと送り届けると騙され、帰途に着いた途端に毛利方の奇襲を受け全滅してしまいました。あまりに残酷な仕打ちですが、元就はおそらくすでに末春方との全面対決を視野に入れていたのでしょう。実際この半年後に厳島の戦いが起こっています。そのため高実のような裏切りを味方の中から起こさせないため、より苛烈な手段を下したのです。地元に伝わる野蛮様の民話とは、高実については地元に野蛮様のお通りという民話が伝わっています。この中では名前が沖勝となっており、高実の父にあたりますが、内容的には高実のものと考えられます。野間氏の領地であった吉浦の人々は領主である野間沖勝、ここでは高実としましょうか、彼を野蛮様と呼んで慕っていました。高実は民を慈しんだ領主だったそうです。しかし毛利に攻められると、野蛮様は奥方や姫君、若君を吉浦に隠し、自身は城に籠城しました。ただ城は完全に包囲され兵糧攻めの状態、これではただ死を待つのみです。そこで野蛮様は密かに城を脱出して兵を集め、それで毛利勢の背後をつこうと考えました。勘違いで自決した野蛮様を慕った領民たち、夜の闇に紛れて城を抜け出した野蛮様と家臣たち、しかし夜が明けようとしたその時、大軍が攻めてくるような音が聞こえてきたのです。もはやこれまでかと覚悟を決めた野蛮様たちはその場で自害してしまいました。ところがこの音は大軍でも何でもなく、近くにあった滝がゴーゴーと流れ落ちる音だったのです。悲劇的な勘違いによって非業の死を遂げてしまった野蛮様たちを、領民は石の塔を立てて弔いました。その後吉浦に残した家族の行く末が気になったのか、野蛮様の魂は夜な夜な吉浦の町をさまようようになったといいます。そのため人々は連れて行かれたら大変だから早く家に帰りなさいと互いに言い聞かせ合ったとか。ちなみに吉浦に隠れた家族は領民によって保護され脈々を保ったそうです。こんな民話が伝わっているそうで、高実は領民に慕われていたことがわかりますね。まとめ、秋の黒人、野間氏は周辺黒人と争い
特に小早川氏とは長く争っていた。野間高実は熊谷信直の娘をめとり、吉川元春とは相婿となり、毛利氏との関係も深めた。末春方の下克上に関しては毛利元就と共に黙認する姿勢を示した。元就と春方が対立するようになると毛利を裏切った。周都熊谷信直に除名すると騙され謀殺された。地元には野満様の民話が伝わる。高実は野満様として領民に慕われていた。野間氏は海上の要衝波多見島の一部を抑えた有力国人でしたから、毛利氏も末氏も味方につけておきたかったことでしょう。なぜ高実が毛利に加担しなかったかは分かりませんが、末氏が要する大内氏への忠誠があったのでしょうか。周都に謀殺されるという悲劇的な結末を迎えましたが、毛利に味方しなかった時点で彼の運命は決まっていたのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。